遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度、地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士、セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも、追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥キドミツマサに全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身はミツマサに育てられ、キドサオリとして成長する。時を同じくミツマサに見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、サオリのもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくため、サンクチュアリだが、そこに教皇の差し向けた刺客シルバーセイントサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜き、ゆっくりと死へといざなうのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物虚構をサオリのもとへと連れてこなければならないのだ。急げアテナのセイントたち。そんなことになりやがったぜ。一刻も早く教皇のままでたどり着かねば。俺たちの中でたどり着くのが一人だけでもいい。その一人がお嬢さんを救い出すんだ。第一の球は白妖球、守護するゴールドセイントムー。セブンセンシズ。教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第一の宮白妖球を守護するゴールドセイントは、かつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白妖球とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、サオリさんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。待ちなさい、あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手でもありません。この白妖球にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。
ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、セイヤ。わかった。すまないな、ムー。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。こ、今終わりました。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。決して今までの戦闘常識ゴールドセイントを測ってはいけません。ここで彼らとの戦い方を学んでいくといいでしょう。ムー、すまないが今は一刻を争う事態なんだ。そうですね、わかりました。気をつけなさい、ゴールドセイント。君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。時間がない、行きなさい。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではない。全てはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。黄金の野牛アルデバラン。第二の宮、金融宮を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウ。シリュウたちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。この大牛座、タウラスのアルデバランがな。まさしく奴は黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ラウンドワン、ファイト。なんだその構えは。戦う気がないんだアルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取ることも思っている。このままでは十分お前を倒せる。これだけか。あの女の子が攻撃態勢になっているのか。まるで剣法の居合系だ。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まだ私の野球、恐るべき黄金の野球だ。くっそ、まだまだ。それだけか。それだけか。
グレートフォーンを封じるためにお前の剣を動かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。しまった。俺が分かってるからどうだというグレートフォーン。実力ではどうあがいて他の剣など抜かせることなどできんわ。目だけにせる。この流星剣で手がかく流星剣。信じられ。目だけせよ。結果ビッグマンを落とすことはまさかせよ。コスモの究極だけか。その戦士を目覚め始めたというのか。目だけか。しまった。俺のコスモ。さあ食らえ。ウィナー。ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。まあまあだな。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。俺のこの黄金の角をへし折るだと。もしそんな奇跡的なことができたら俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。その黄金の角へし折ってやる。おい聖夜、一気に葬ってくれるぞ。ラウンド1ファイト。この先を終わるゴールド戦と攻撃をしのぐ。聖夜、これだけか。加速の動きを見つけ始めたというのか。しまった。勝機が見えてきたぜアルデバラン。せいや、あかが俺の構えを溶かせたぐらいで逃げ切りにならないよ。まだまだ。これだけか。しまった。ペガサス目だけか。目だけか。しまった。ブロンズの実力などたかが知れておるが。しまった。俺のコスモペガサス流星剣。よし、ラウンド2ファイト。しまった。せいやのコスモは大きく目だけが突き倒されながらも成長しているというのか。この男、もしこのまま成長すればゴールドセインと本人を思いとセインとになるかもしれない。ペガサス、ウィナー。ゴールドセインとの強大さを知ったぜ。まあまあだな。
ぬ、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだアルデバラン。約束通りこの角もらった。何？どうだアルデバラン。約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだせいや。え、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいいせいや。このだがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールド、分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。ジェミーの幻影。仲間たちと共に第三の宮掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探すヒョウガとシュン。その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。この男がジェミニのセイント。なんて存在感のないやつなんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除宮の迷路はやつが作り出した幻影のはずだ。つまりやつを倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待ってヒョウガ。どけシュン、時間がない。このキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。この掃除宮がお前の死に場所となるのだ。ラウンド1ファイト。金龍宮では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞジェミニ、キグナスの剣を受けてみろ。あなたは自滅し、おかしいんだ。ダイヤモンド、チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。戸惑っているとは。あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵はどこにいるのかわからないという状態なんだ。バカな、敵は目の前にいるじゃないか。あなたの秘密、その程度か。くらえ。オーロラサンダーズアタック。あなたの秘密。
発動よ。ダイヤモンドダスト。降りつけ。ラウンド2ファイト。アナザーズ戦士。その程度か。ダイヤモンドダスト！ダイヤモンドダスト！まるで攻撃が奴の体を素通りしているようだ。いや、ちょっとあるものか。氷河、落ち着いて。ダイヤモンドダスト！ヒントはどこかおかしい。心配するな。敵がどんな小細工をしてこようとも、俺のコスモで全て凍りつかせてみせる。その程度か。アナザーズ戦士。いかにお前が強大でも、これだけの闘気を放てばただでは済むまい。受けてみろ。このキグナスの最大の技。来い、今日最大の技にこそ最大の隙が生まれる。オルサンダー。いけない、ヒョウガ。この今日が最大の剣を受けるがいい。マジで発動よ。ダイヤモンドダスト。ウィナー。どうだ、キグナスの闘気は身に染みたか。まだクールに徹しきれんとは。なぜだ、なぜ倒れないんだ。終わりだな、アナザーディメンション。なに、ヒョウガ、ヒョウガ。キグナスは異次元の彼方へ消え去った。次はお前の番だ、アンドロメダ。ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除球を通過されてしまったのは誤算である。残すお前は必ず仕留めてみせよう。ラウンド1ファイト。許さないんだ、エッジ。どうして決まったんだ。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。エッジ、ヒョウガの手に反応しなかったのはおかしい。僕たちの目の前にいるセイント存在しないの。その構えは一体。アナゴンリベンス、アナゴンリベンス。いやいや、エッジ、エビラッシュー。やっ、エッジャー、やっ、ハー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 ダンダー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 ダン。僕を甘く見ないことだ。オーラ、無駄だよ。やっ、エッジャー、やっ、エッジャー、ゴー。おー、許さない。やっ、ゴー、ハー。エビラチェーン。ラウンド2ファイト。スタンダー、ウェン。アナザーズ戦士。やっ、エッジャー、やっ、ハー。やっと、やっと、
悲しみを感じる。傷つけてしまったかな。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。サンダーウェイ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。このジェミニのクロス、なんと寂しそうなことだろう。まるで陰と陽の間で悲しんでいるように感じる。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今、ジュンがジェミニのセイントを倒したことにより、アナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に。あなたは宝米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ。死にたくなければこれ以上進むな、氷河。行くというなら私を倒してからにしろ。それはできません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ。まさか。マーマの船が沈んでいく。
マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ、マーマー！黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流している。おん、いくらいくらあなたであっても許せない！俺の答えはただ一つ、戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。ラウンド1ファイト。フリージングコーン。自分がマーマを奪う権利はない。オールライシュタイム。ヒョウ、その程度か。ダニジュ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 クラッ。それだ。ジュ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 デルリョ。カミュー、マーマを失って氷河の痛みを受けよう。氷河、くだらぬ感情など捨ててしまえ。この俺にマーマのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできないのか。マーマのことを忘れるなと。氷河の痛みの手を止めた。ダイヤモンドダストは私がお前に授ける。それだけ。そんな主体的な技に私が倒せると思っているのか。それだけ。フリージングコピー。その程度か。どうか引いてください。カミューよ、これ以上あなたに剣を向けたくない。この甘さがお前の命取りになるんだ。今日はラウンド2ファイト。オールライクスキューズ。お前の心の中、母への思い、私への憎悪で満ち満ちた。目より感情は真の天狗が持つべき究極のコスモ。フリージングコスモ。かけ離れたものだ。神よ、あなたはこの俺に怒りも憎しみも捨てろというのか。ダイヤモンドダスト。俺の死とも言うべき方、神よ。もうこれ以上あなたに手を打などできない。氷河、その稚拙な考えを捨てるのだ。お前の目の前にいるのは敵だ。それが分からぬ。この神へに遠くを届かせることなど不可能。俺は行かなければならないのです。アテナのために。それだ、友のために。ならばこの私を倒して進むのだ。ダイヤモンドダスト。ウィナー。まあまあ、俺の闘技ではダメだったというのか。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。何？両腕のパーツが水亀の形に。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。
うわあ！あ、今のコスモは、そんな。聖夜、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後、まさか氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ。だが、他のゴールドセイントに殺されるよりは。氷河、最後にお前のために棺を用意しよう。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤球で永遠にさらばだ。ひょっ。デスマスクとの死闘。第四の級、巨海級へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで二人は壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという異様な光景を目にする。それはカニ座キャンサーのゴールドセイントデスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。虚構の悪行を知りながらも力こそが全てと割り切り、あえて従順に仕えているデスマスク。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震える紫龍は聖夜を先に行かせ、1対1でデスマスクと対峙するのだった。この巨海級に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海級を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。無抵抗な人を殺して得た勲章に何の意味がある。セイントの名にかけてこの紫龍、全力を込めてお前を倒す。いいだろう紫龍、お前とは五老法での因縁があったな。今日こそあの上へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。くらえ、石式冥界派。なんだそれは。うわ、吸い込まれていく。お前を倒すために沸騰しているのだ、この竜の血がな。よかろう、五老法での決着を今つけてくれるわ。ラウンドワン、ファイト。どういうことだ。俺は一体どこへ飛ばされたんだ。石式なのか。ミリューよ、これから貴様を確実に死の国へ届けよう。このヤモト平坂からな。なんだ、あの遠くに見える人影は。あの後ろ姿はもしかして氷河なのか。向こうに行っては知らず、あの人たちが行こうとしている場所。そうだ、行ってしまったら戻れません。向こうよ、俺のチャンス。
剣と盾の前に敵はない。まだだ、まだ高みを目指せる。神様、どうか紫龍をお守りください。お願いします。紫龍を。誰かが紫龍の魂を石室から呼び戻している。これは御老法。鬱陶しい気を飛ばしているのはあの娘か。よせ、デスマスク。失せろ小娘。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ。これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対してひとかけらの情け容赦も持たん。何、バカな。紫龍からゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の地一滴までもが沸騰しているのだ。お前は龍の逆鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。セイントは正義を守るべき存在のはず。なのに、どうしてこのような男にゴールドクロスか。バカだ。キャンサーのゴールドクロスが
すべて俺から離れただと？おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかしいくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この死に。さあこれで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。デスマスク、お前はこのシェリューの逆鱗に触れたのだ。俺様をなめるなよ。ラウンドワン、ファイト。お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無理したのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ているかもしれない。あとは滅ぼすゴールドセイントか、たとえ一瞬でもこのパンダゴールドセイントの息まで高められるはずだ。この死の国で赤色冥界砲を食らい続けると、そらく魂はズタズタになり、見知らぬ不便に悲惨し、未来永劫現世に転生することもあるまい。ああ、シリュウ、お前の戦いを知っている。安と冥界砲を食らう者さんのことは前も知っているはずだぞ。デスマスク、ペイントと同じ技は何度も通用しないと。ロザン昇竜派、ロザン優勝。やべえのか。何の、イガサブ、イガサブ、ロザン優勝。ラウンド2ファイト。ロザン昇竜派。シリューの背中にリューザを立てたバカ。このリューザコスト、俺のリューザ優勝。お前を倒すために沸騰しているのだ。このシリューは流氷を高めたコスモで、俺リュー優勝天高く。超えろ昇竜のごとく。超えろ昇竜のごとく。何の、正義を知らぬお前がアテナの戦士を名乗る資格はない。これしかることで超えろ昇竜のごとく。いかに竜の力とはこの程度か。これしかのことでご老法で俺のことを守ってくれた。このことで死んでたあるか竜飛翔。ウィナー、お前にゴールドクロスをまとう資格はない。よし、申し訳ありません。シリュー、シリュー、うん、瞬間、そうか、戻ってきたんだな。ああ、これはあれほど怨念のこもっていた無数の死に顔が消えている。そうか、
デスマスクを倒したことでやっと成仏できたのか。あ、誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老師春霊は無事なのですか。よかった老師、ありがとうございました。あ、シリュウ、君まさか目が見えるように。え、見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとうシュン。さあ急ごう、次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。とかしたアイオリア。巨階級を主流に任せ、単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟レオのゴールドセインとアイオリアだった。サオリをアテナと認め受精を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。一体何があったんだアイオリア。貴様と話し合うつもりなどない。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、このレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。サオリさんは強行だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜けなければ手遅れになる。サオリさんは、アテナは死ぬんだ。な、何？アテナが死ぬ？さあ、これで分かっただろう。無駄な戦いはやめて、四死球を通らせてくれ、アイオリア。残念だが、それはできん。言ったはずだ。この四死球を通ろうとする者は、誰であろうと殺す。くそ、サオリさんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜアイオリア。所詮ブロンズではゴールドセイントには勝てん。ラウンド1ファイト。ファイトに来てるわ。獅子の力を。あの冷凍な目は、なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。さあ、待て、聖夜の命は誰にも渡さねえ。俺には来たんぞ。ファイトニングボルト。そう言いたいところだが、事情が変わった。ペガサス。
まあ、やっハイトニックボルト、ハイトニックボルト、まだまだ、ペガサス、ラウンド2、ファイト、ハイトニックボルト、ペガサス流星拳、ペガサス流星拳、さあハイトニックボルト、ペガサス流星拳、アイオリアの洗脳を解けるんだ、さあ剣の冒険はハイトニックボルト、そんな一人死なないと解けない、伝説の魔剣だ、ペガサス流星拳、無情に用はない、俺には効かんぞ、ハイトニングプラスマ、ホントの目が覚めるまでは、やっバレた、カジョウ、お前はなぜ自らの手が離せない、カジョウ、それには効かんぞ、ハイトニングボルト、だから一目の前で一人死なぬ限り、アイオリアの目は覚める、ハイトニングボルト、まだまだ、俺の人がいるんだ、俺の腰を、ペガサス流星拳、ゲームよし、ウィナー、負けられない、アテナのため、まあまあだな、カシオスは、お前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないっていうのか、どうもよ、アイオリアも魔剣と戦っている、一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい、アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ、ただ一瞬でいい、俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ、アイセアンドワンファイト、さっきはライトに向けて、このままいけば奇跡を起こせる、甘いわ、せいや、俺のコスモが低くなった、たまたま見えただけだ、俺の全コスモを集中して放つハイトニングプラズマが見えるか、貴様がいくらコスモを高めたところで、この俺を減らすことはできん、カシオスと共に死ね、アイオリア、勇敢な戦友というだけでなく、人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにも、この命がある限り、俺には効かんぞ、諦めろ、ペガサス流星拳、俺には効かんぞ、ラウンド2ファイト、ペガサス流星拳、生まれや育ちは関係ない、そう教えてきたのはあんただ、この言葉から言えば、俺は聖書にはならない、そう申し続ければ奇跡を起こす、そうあんたが教えてくれた、せいや、アイドリア、目覚めろ、正義の獅子よ、ペガサス、ハイトニングボルト、くっそ、ハイトニングボルト、俺には効かんぞ、俺には効かんぞ、ウィナー、目が覚めたか、アイオリア、
これが俺の実力だ。せいや、俺は一体よかった。完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、しっかりしろ、カシオス。今手当てしてやるからな。カシオス。カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。大丈夫か、セイヤ。セイヤ。カシオス、お前の命決して無駄にはしないぞ。アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいる全てのものは生き絶えるのだ。最も神に近い男、釈迦。聖夜、紫龍、旬の3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント乙女座バルゴの釈迦が守護する第6の宮処女宮へ乗り込んだ。だが釈迦の強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。君たち、行儀が悪いな。この処女宮に入ってくるなり、いきなり私に襲いかかってくるとは、まるで死肉に群がるガキのようだぞ。なんだって。よせ、シュン。この男と問答している暇はない。アイオリアに言われたはずだ。釈迦の目を開かせてはならない。その前に倒さねば。よし、一気に決めるぜ。ブロンズセイントの意地見せてやるぜ。おとなしくガキ界へ落ちたまえ。ラウンド1、ファイト。天武法に入っても同じ人間なんだ。勝てない相手じゃないはずだ。では試してみるといい。すぐにそんなことは言えなくなる。天武法に大天魔法室。あまり俺たちを舐めるなよ。やはりブロンズか。まだ実力の差に気づけていないとは。これだけかな。天武法に。息が上がってくる。ペガサス。絶対に顔しやがって。このわざ。うりゃ。うりゃ。
これだけかな。ヘンズフォーリング。ペガサス全然確かに剣がヒットしてるのに倒れる感じが全くしないなんて。君は空に浮かぶ太陽に向かってまだまだ闇雲に火を苗えているようなものなの。ペガサス全然剣。そろそろよかろう。これだけか。引導を渡してくれるぞ。黒い木のガッツへ。もうすぐシャカを倒せる。倒せるはずなんだ。ペガサス全然剣。ペガサス全然剣。ウィナー。負けられない。アテナのためにも。まあまあだな。やったか。ふん、気は済んだかね。通じていないのか、俺たちの剣が。ならばゲビロチェーンで。チェーンが僕に攻撃してくるなんて、一体これは。さて、また私が一声するだけで今度は君の首が落ちるな。行くかね、ポトリッド。強い。アイオリアの言った通り、まさに神に最も近い男。なんだあれは。シャカの手の中にコスモ、コスモが燃焼している。オーム天魔降伏。この程度の実力の者がこの諸女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪い。この釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。
けた釈迦。最も神に近い男と言われるゴールドセイント乙女座の釈迦に挑んだ聖夜たち。だが釈迦はまさに神のごとき圧倒的な力で聖夜たちを一蹴してしまう。釈迦が聖夜たちにとどめを刺そうとしたその時、フェニックスの一騎が現れたのだった。フェニックスの一騎か。どうやってこの処女宮まで？神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。神に近い男といえど、地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行く。ラウンドワン、ファイト。私に語らず心得者め、命が惜しくばおとなしくひざまず、大地に頭を振りつけ私を拝め。俺だけか。残念だが俺は神仏は信じないはずだ。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。この世で頼るものはこの俺自身の力だけよ。反逆者の君はもはやクロスは不要だ。私が敗任してやろう。これだけか。釈迦よ、手作り以降で俺の死が言ってフェニックスのクロスは最高だと。システムを再び蘇え羽ばたくのだと。なんで敗任されようとも俺は蘇えてみせる。フェニックスの炎で灰を出せる。天武法輪。あった。そうきか。俺の個性を萎縮しているのか天気のように分かる。どうすることもできない。蛇に睨まれたカエルとはこのことか。さあ一騎を選べ。今から見せてやる6つの世界の一つ、一番気に入ったところこそ。お前が死んでいる世界だ。ラウンド2ファイト。天武法輪。あった。これだけかね。これだけかね。君の宝玉転生など私の前では鈴風に等しい。おお、倒れるな。何回でも続けてやる。この一騎の命ある限りだ。これだけかね。ただ死ぬ覚悟はできているのか。どうやら私は君を見切っていたい。このバトル。おや、検証。ファイナルラウンド。ファイト。オウム変な攻撃。オウム変な攻撃。おや、検証。これだけか。これだけかね。これだけかね。これだけかね。フェニックスの大負けよ。フェニックス最大の大負け。 Fire!
魔は燃え盛っている。ウィナー、俺は神仏は信じないたちでな。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。何？天部降臨。釈迦の目が開いた。バカ、腕が、足が、すべての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュン、置いていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が、バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。俺はデッドラインなど何度も超えてきた。地獄の炎はすでに君を捕らえている。ラウンドワン、ファイト。一気の六冠は全て勝ち取ったはずだ。ゴールド戦法しか体得していないセブンステージに目覚め始めたという。釈迦よ、聞こえているだろう。目では見えなくて、このセブン戦士ではお前の姿を捉えることができるぞ。お前はそれほどの力を持っていながら、なぜ教皇の枠に加担しているのだ。お前はこれだけか。教皇の本質を見抜けるわけがあるまい。それと教皇が悪と知り、あえて使えている悪の人なのか。どうぞ、耐えられんのか。釈迦、強欲検証を。フェニックス天の降臨。強欲オウム天魔降伏。フォー強欲検証降臨。神に代わって私がお前に天罰を与えてやろう。英語ラウンド2ファイト。これだけかね。これだけかね。燃えろ。私はどんな相手であろうと悪であるか、これだけが天部放任。私は正義の私だ。皆さん、
私はあえて同行に敵対することはしない。これが私のゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは知らない。どこからそんな力が。ここが君の死に場所だ。お前が俺に教えてくれたのだ。何を私エンドこそ楽にしてやるぞ。さあ行く。今度こそ君に本当の死を与えてやるぞ。これ相手だって。ファイナルラウンド、ファイト。これだけかい。これは私。これだけかい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 。ここが君の死に場所だ。エリックスの箱だけよ。サカ、何百回でも。ウィナー、フェニックスは何度でも蘇る。本気を出すべきだったか。お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだシェン。聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。